はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するフィギュアはこちら。バン、はい、出ました、仮面ライダーですね。はい、久しぶりの仮面ライダー。はい、こちらね、プライズ景品です。 UFO キャッチャーですね。はい、こちらしかもね、昭和ライダー、それのスカイライダーですね。はい、こちらのスカイライダー、私の推しライダーの次、2番目の推しライダーです。はい、こちらがね、2色展開で出ました。はい、で天面にはABとね、アルファベットが振ってあります。はい、こっちが A なんだね、こっちが B で、シリーズ的には au 雄像。はい、そういうシリーズなんですけれども、これ結構もう種類出てるんですよね。私全然知らなかったんですけれども、今回のスカイライダーが出るので初めて知ったんですよ、このシリーズ。はい、とりあえずね、こちら2つとも開封してね、実際見比べてみたいと思います。はい、袋の状態を確認したいと思います。こんな感じで入ってましたね。はい、補助パーツに本体と、で頭が飛び出している。はい、こんな感じで入ってましたね。頭だけ飛び出てるのは何なんだろうか。はい、ではね、早速 A タイプの方から見ていきたいと思います。こちら、めっちゃすっげーかっこいい。これすっごいな、初めて手にしましたけれども、これすごいわ。ちょうどね、この目の部分がクリアになってますね。いや、すっごいよくできてる。で、このシリーズはね、こういうスーツのシワ、とかをね、スーツのシワとかをね、結構追求したシリーズらしいんですよね。ポージングとかね。いやー、これすっごいよくできてる。これはいいな。ちょうどこういうね、ほんとシワ細かいんですよ、こういうとことか、こういうとことかね。あとこのグローブ、シワがすごいちゃんとリアルに作られてる。いや、これはいいな。こんなのが出てたとはね、知らなかった。で、これに補助パーツが、補助パーツがね、結構大きめなんですけれども、これ補助パーツなしでもね、自立するんですよ。これがすごいとこだなと思って、なので、補助パーツつけたくないなという人はね、もうこれ自立もしますんでね、いいですよこれ。一応ちょっとつけてみましょう。はい、つけるとこういう感じになりますね。やっぱちょっと隠れちゃう部分があるんで、自立できるんだったらつけなくてもいいかなとは思いますね。ただね、最近地震が多いんでね、自分のフィギュア棚もね、結構落ちました。はい、破損はしなかったんですけれどもね、なので、念には念をって感じでね、こうがっつりと座れるようにと言っても、どうなんだろうな、これつけてもつけなくても同じようなバランスのような気もしないでもない。ではね、もう一つのカラーリング B 見てみましょう。こちら、
鮮やか、鮮やかな緑。いや、これはすっごいな、本当に。どっちのカラーリングもいいね。こっちのカラーリングもすごい鮮やかで綺麗なんですけれども、もう一つのこっちのね、最初の方のやつは結構重い塗装なんで、結構渋い、渋い感じ。まあ、どっちかっつったらね、もう私みたいに推しのライダーだったらどっちも手に入れるのがおすすめですけれども、もう好きな方を選んでもよし、両方買うのもよし。いや、かっこいいな。ポージングもかっけえんだよな、スカイライダー。飛び立つところの、飛んでるところのポーズじゃなくてよかったなっていうのはね。あれだけちょっとね、仮面ライダーの中でも浮いちゃってんだもんな。はい。で、今回はね、おまけとして私がね、幼少期、はい、ほんとね、4歳ぐらいかな、の時に持っていたアルバムがあるんですよね。フォトアルバムが、そちらがスカイライダーなんですよ。はい、それをお見せしたいと思います。貴重な品となっております。はい、こちら。わお、これ残ってると思わなかったね。いや、残っててよかったわこれ。すごくないですかこれ。めっちゃもうビルとかもね、今見ると結構もうね、年代感じるビルとか多いんですよ。しかもね、合成感丸出しなんですよね、ほら。すごいな。で、裏がね、スカイライダーが出るまでの歴代のライダー揃い踏みです。ストロンガー、アマゾン、V3、ライダーマン、で、仮面ライダー2号かな。仮面ライダー X で、初代の仮面ライダー、ずらーっとで、ちゃんとね、バイク、歴代のバイクもずらーっと。で、スカイライダーがポーズを決めている。すごいね。結構貴重なアルバムがまだ残ってたっていうのが嬉しいですね。これを見てわかる通り、私はスカイライダーが好きだったんですね。はい。でも今回はね、めっちゃ特別にこの持ってた当時の私の写真をお見せしたいと思います。はい、それがこちら。まあ、あの、普通にね、顔出ししても大丈夫なんで、自分の写真なんでね、はい、顔出し OK です。バンダナしてね、なんか作ってますね。全然記憶ないんですけれども、確かパン、なんかお菓子作りかなんかかな。クッキー作りかな。多分そんな感じだと思います。はい。っていうぐらい、古いんですよ、本当に。といった感じでね。いやー、これはって思ったんだよね。この自分ね、こっちが活躍、実写版だと思ったんですよ。そしたらこっちじゃなくて、こっちが実写なんだね。色はそうだもん。全然記憶があやふやだったから、これ見て気づいた。こっちがリアルだ。リアルっていうか、実際のカラーリング。
でこっちは何なんだろうね、アナザーカラーとかっていうんでもないよな。これは何だろう。でもこれのね、小さいフィギュアもあるんだよね。それも持ってるんですけれども、それもお見せしましょう。はい、それがねこちら。はい。めっちゃ同じポーズっていうね。これ大きくしただけやんっていう。はい、大きさ見れば一目瞭然なんですけれども。はい。だからこっちのカラーリングだからずっとこっちがそうだと思ってたんですけれども。実際見たらこっちですね、うん、でもう一つあって、はい、こちら全く同じやんって思うけど、見てください、ブーツが黄色なんですよ。マフラーも黄色。これ偽スカイライダーなんですよ。全然ストーリーも覚えてないんで、偽なんて出たっけと思って。はい、だから偽の方もね、カラーリングこっちなんで、だからこっち上は何なんだろうと思ってたんだけど、この写真を見る限りね、こっちが実際のライダーのカラーリング、だからこっちは何なんだろう。さすがにそこまで覚えてないし、わからないな、ということでね、いやこれいいね、このシリーズほんといい。このねちっちゃいシリーズも好きで飾ってるんで、これ同じポーズなんでね、こう飾り映えするな、この4体。でこれ順当にくればこのシリーズってさ、スーパーワンも出るよね。このまま続けばスーパーワン出ると思うんで、スーパーワンが一押しなんですよね、私の。このスカイライダーの次の作品ですね、スーパーワンは。スーパーワンはなんとなく記憶があるんで、だからどっちかって言ったらスーパーワンの方が好きなんですよ。で、2番目にスカイライダー。で、なぜかその次に好きなのがストロンガー。はい、ストロンガー。こういう角っぽいのが好きだったのかもしれない。はい。といった感じでね、いやぜひこの次はね、この次出るんだったらスーパーワン出してほしいね。絶対買うわ。ということでね、今回は久しぶりの仮面ライダーをお送りさせていただきました。この他にもね、仮面ライダー、スーパーワンとかのフィギュアね、紹介動画として撮ってありますんでね、ぜひチャンネル登録してね、そちらの方もご視聴いただければなと思います。では最後はね、回転台座に乗せてね、お見せしてお別れしたいと思います。高評価、コメントお待ちしております。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。